はい、ではですね、沸いたお湯をですね、キャベツにかけます、ね、だから人参もね、こうシャシャになるぐらいまでに置いてかけてください、ね、これでほんの少しだけ置きますね。まあ30秒ほどこうして置いたらですね、皮の質もありますけども、大体、ずっと置いといてもいいことはいいんですけど、あまりやりすぎると要するにパリパリの状態にしておきたいってね、いろいろ僕もやったんです。これ、お湯でねボイルしてみたりしたんですけど、やっぱいろいろちょっといろんな時間とかいろいろやってみたんですけども、やっぱりお湯をでこうした方が一番状態がいいと。で、粗熱を取ってからですね、すぐもう生あったかいうちに、合わせます。はい、粗熱がですね、粗熱、が取れたらもう冷ましちゃってもいいんですけどね。で、冷ますには少しはね、やっぱりあったかさがあった方が味が染み込みやすいなというふうに僕は思うんですけどね。いつもまあこうしてこうやって作ってるんですけどね。そしたらここに軽く塩ね、塩軽くですよ。で、黒胡椒はちょっとね効かした方が美味しいんです。これね、これはね、あの前も言ったかもしれませんけどね、焼肉の付け合わせにね、ほんで砂糖を入れます。小さじ2。冬のキャベツだと結構甘みが多いんで、あんまり砂糖を使わなくてもいい時もありますけどね。これちょっと今時期のはあんまり、それ自体に甘みが少ないですから。それにお酢が1、2、2半かな。これだとね、人参も合わせて100、大体 70g ぐらいになってますからね。それでね、これですと合わせますね。そしたらここにオリーブオイルでもいいんですけれども、オリーブオイル入れちゃうと日持ちするときはあんまりオリーブオイルばっかりやると、冷蔵庫で入れると固まってしまうんでね、まあ、サラダオイルと半々ぐらいでもいいと思いますけど、まあオリーブオイルを半分、大さじ半分だけまず入れてきますね。それにこれは今日は菜種油ですけど、サラダオイルを1で、でこれ超、まあ、何日か保存したいっていうね、場合は少し多めの油でつけておくと日持ちしますからね。これはこれでね、もう今日カツレツのちょっと付け合わせに、さっぱりするんでね、これ使いたいと思います。これで十分ですね。はい、キャベツのサラダでしたということでね、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、ではね、キャベツを盛り付けておきますね。盛り付けというか、あのお皿にも載せるんですけどね。まあこうして結構ね、あの常備食って言ったらなんですけども、こうやってねマリネしておくとね、結構さっぱりして体にもいいですね。今日は浅めの味付けにしてお肉に合うようにしてあります。はい、キャベツのサラダでした。ね、美味しそうに見えたらぜひチャンネル登録もいいねボタンとよろしくお願いします。